人の処刑台の建設にかかる前に、まずは邪魔な巨人を掃討しておかないとね。エレンが硬質化に集中できるように、近場にいる巨人は残らず排除してくれ。ここかな。あっ、やったぜ。落とした。はぁ、冗談でやつ。壁の近くにいる巨人は全て排除しました。あの深淵団は警察に出ている班からの援軍要請です。悪いけど応援に行ってくれるかな。苦戦しているのかもしれない。深淵団、多分コニーたちの班だ。拠点の設営中に何かあったのかもしれない。さあ何やられ、やったぜ。拠点を設営してるんだけど、巨人が邪魔で進まねえんだ。倒すの手伝ってくれ。はっ、手伝ってくれてありがとな。拠点の設営を任せてくれ。どうだってやつ、行ってやる。この拠点があれば、巨人が壁に押し寄せてもしばらくは足止めできるはずだぞ。加勢してくれ。巨人を排除しないと拠点の設営に取り掛かれない。はっ、止めるぞ。冗談でガス。すまない、助かった。すぐに拠点を設営する。もし巨人が壁に向かおうとしても、この拠点で食い止められるはずだ。やるしかねえだろ。警察官だ。おーい、応援に来たぞ。おう、待ってたぞ。周りの巨人どもを片付けてくれ。近づいてきた巨人の中に飛行士も混ざってたみたいだ。撃った。何体か壁に向かっていっちまったぞ。壁に近づかせればエレンの邪魔になる。急いで追わないと。深淵団が、あっちはサシャの班かな。拠点の設営に手こずってるのかも。止めるぞ。こっちです。巨人がうろついていて拠点が設営できないんですよ。全力で止め！はっ！はっ！ありがとうございました。拠点、すぐに設営しますね。はっ！はっ！どうなんだよ、ガス！この拠点があれば、また巨人が現れても足止めしてくれるはずですよ。深淵団か。地にも拠点の設営に行った班がいたはずだな。さあ何やる、やったぜ。はっ、獣医の巨人を排除してくれないか。拠点の設営ができないんだ。
助けてくれたか。よし、すぐに拠点を設定する。これでもし巨人が来たとしても足止めできるだろう。はっ、おい、応援を頼む。よしが了解だ。ここで片付ける。これで巨人は片付いたな。よし、とりあえず俺たちの任務は完了だな。みんな壁に戻るぞ。周囲の安全は確保できたようだね。それじゃあエレン、始めてくれ。了解、やってみます。集中するんだ。他の者は飛行士の接近を阻止してくれ。了解だ。ガキども、行くぞ。分かったぜ。任せ。邪魔はさせねえ。なんとかなるよね。ち、なんとかするしかねえだろうが。感がするが、見て見ぬふりはできねえよな。この作戦が成功すれば、戦わなくても巨人を減らすことができる。見たか、これが俺の実力だ。そうだ、それでいい。任せたぜ。分かったぜ。こういう時に限って厄介そうなのが出てきやがる。
みんな、よくやってくれた。エレン、すぐに個室化を始めてくれ。